アメリカ政府で気候変動問題を担当するケリー特使が中国に到着しました。ケリー特使らアメリカの代表団ですね、昨日この奥にあるホテルにですね到着しました。この中で中国側との会談行われる見通しです。東京への訪問を終えたケリー特使は31日天津に到着しました。中国側の発表によりますと、ケリー特使は気候変動を担当する海進化特使と会談し、11月にイギリスで行われる気候変動対策の国連の会議 COP26 での協力に向けて意見交換するということです。また中国は2030年をピークに二酸化炭素の排出量を減少させる目標を掲げていますが、 CNN は今回の会談でケリー特使がこの目標達成の前倒しを中国側に求める見通しだと報じています。